のくさんこんにちは。あの GoTo トラベルキャンペーンについてですけども、まあ私はね、片っぽではサービスを利用しながら、あ、これはそこそこ余裕がある人向けのものだなとも思いましたし、時間的にもね、お金的にも、そうは言っても余裕がないとこれ GoTo トラベル使えないぞと思ったんですよ。でもね、やっぱ細かいところを見てみると、確かにこれはそこからいろんなところに派生して、結局はあの多くの方のためになるんだろうなっていうふうな解釈も持ってるんですよ。それはどういうことかっていうと、私ね、今回2泊3日で、島根県のね、長楽園っていうところに泊まりました。価格は30万で2泊3日だったんですよ。でそのうちのおおむね15万円ぐらいがクーポンと値引きということで還元されました。すごく割安だったと思いますよ。まあ、クーポン券もね、あの25枚ぐらい、あ、じゃあ50枚ぐらいもらったんですね。50枚なんで5万円ぐらいですよね。でもらって、そのクーポン券をえいやって使いまくったわけですよ。で、演劇も見てね、道場作りの芸を見たりとか、三味線民謡の舞台を見させていただいたりとかね、したんですけども、あの私は片っぽではお話したように、これは余裕がある人しか使えないぞと、やっぱり30万のうち15万ぐらいがね補助されるにしても、15万円の手出しで旅行することっていうのは、それなかなかねできないと思うんですよ。でもう一つは時間ですよね。2泊3日を全くその自分のレジャーのために使えるほど、今世の中っていうのはあの余裕があるのかっていうと、なかなかないと思うんですよね。まあ、ですんで GoTo トラベル使いながら楽しませてもらいながらも、あ、こういうふうな立場になって、まあ、ちょっと良かったなっていうところが申し訳ないことながらあります。私が麻雀店の従業員だったらこれは無理ですね。これはできなかったと思います。で、スーパーの社員だった時も2泊3日の旅行なんてのは社員旅行以外は全くしたことがなかったです。できなかったんですよ。現場を離れられないっていうかね、現場を開けることができないんで、旅行どころではなくて不自由したなと思うんですよ。そういうことを今感じますけども、でも片っぽではね、なんでねそれが多くの方に波及するって考えてるのかっていうと、その旅の途中で、道中ね、車で行ったもんですから、途中飲食店に寄るんですよ。ちょっとお腹空いたなと、ご飯食べようみたいな。そうするとですね、人気店はなんかいっぱいなんですよ。 GoTo トラベル使ってる方もいるんでしょうね、きっとね。日月かって言ったんで、日曜日が混んでるのはしょうがないにしても、やっぱりね、月曜日火曜日もそこそこ人手があるんですよね。で飲食店何店舗かいっぱいだったんで入れなかったんですよね。で、あ、見つけた見つけたって感じで、結構こうお客さんの入りに余裕があるところに、昼食とかね取ることができたんで、そこ入ったりカフェとか寄ったんですけども、待てよとそこで思ったんですよ。この店ってもしかしたらね、ものすごく売上的に厳しい店なんじゃないかな、この飲食店普段は、特に今年は。でも GoTo トラベルが実施されたことによって、人気店がいっぱいで、自分みたいにこうやって飲食店をね求めて流れてきた人がこの店の売り上げに貢献するっていう形で、この店は助かってるんじゃないかなと。私が GoTo トラベルに利用しなかったら、この店に来ることはなかった、この店で売り上げを上げることはなかったんじゃないかなと思うんですよ。プラス多くの方が GoTo トラベルで外に出ていなければ、やっぱ3月4月みたいにみんなガチガチで外出を控えてしまったら、有名な店舗も人が来ない、ましてや有名じゃない店舗はもっと来ない。有名な店舗がいっぱいだから、そうじゃない小店にね、個人商店とかに流れてくるお客さんっていうのはなかったんじゃないかなと思うんですよ。だから GoTo トラベルは結局ね、そういうふうに、波及しているんじゃないかなと思ったんですよ。それからね、旅館の方もずっと仕事はなかったと思うんですよね。で一時待機みたいなことがあったり、保証なきなんですかね、待機とかあると思うんですよね。でも GoTo トラベル使う人がわーっと出てきたおかげで、ホテルや旅館が埋まりだしてね、で中井さんとかホテルのサービスマンとか勤務に復活するわけなんですよ。ああよかったと、しばらく耐えた甲斐があって、今お客さん来るぞと、給料になるぞみたいになったり、やっぱりサービスマンっていうのはお客さんがいて生き生きするところもありますんでね、すごくお客さんと関わることって楽しいんだろうなというふうに想像するわけなんですよ。はい、ということなんで、いろいろとね、ノクさんからメッセージいただきましたけども、 GoTo トラベルっていうのは、ちょっとネーミングのセンスが悪かったりね、 GoTo トラベルに割く予算がちょっと早すぎたんじゃないかなって問題とかあるんですよ。そういう制度の立て付け自体は、ちょっと気まずいものがあったと思います。
なんか政治的なねいやらしさっていうのがあったと思うんですけども、実施して GoTo トラベルを使う人、 GoTo トラベルを提供する旅行業者さん、旅館業の方、飲食店の方、交通関係の方にとってみれば、それはいいことが多かったんじゃないかなと思います。ということでね、私は点数的には70点ぐらいをつけたいなと思います。70点はやっぱり一般市民としてサービスを受ける側、サービスを提供する側が70点ぐらいの、ほぼね満点の、まあメリットを得たんではないかなと思います。で、30点の方は、減点した30点の方は完全にこれは、まあ、自民党ですね、このアイディア自体は悪くないけども、ネーミングのセンスが悪いことに10点減点、そして残りの20点はこれは、中抜きをしている中間団体に対してです、完全にこれ中間団体の中抜きを前提として作られたところがあるんではないかなというふうに私は懸念を持ってるんですよね、疑念を持ってるんですよね。だからここに減点させていただきましたということでございます。まあいろんな考えがあると思いますから、私から見るとこうかなっていうところですね。で、他の考えもいろいろあると思いますんで、その考えはね、その考えで大事にしていただければいいのかなと思います。でもこうやってね、ノクさんお互いに旅の経験をして、その感想を多角的にね、こうやって動画で話すのってなかなか面白いですね。私 GoTo トラベル、また今度はね、今月の16日、17日に大阪、京都で使わせていただきます。本当にね、ずっと閉塞感が漂う日本だったんですけども、ここからまたなんかね、第2章がメイドインジャパン第2章が始まるんじゃないかなというような気がしますね。まあね、おかげさまで支払いがだいぶ増えましたけども、まあでもね、誰かの支払いは誰かの所得になるかなというふうな山本太郎さんの言葉もありますんでね、遠慮なく使って経済を回していきたいなと思います。ありがとうございました。